立川基地グローブマスター機墜落事故とは、1953年6月18日に、東京都立川市の立川基地を飛び立った米軍の大型輸送機グローブマスターが、東京都小平町に墜落し、乗員や米兵など129名全員が死亡した事故である。また、人類の航空機史上初めて死亡者100名を超えた事故でもあった。 1953年6月18日午後4時31分、立川基地から C-124 が離陸した。日本で休暇を取っていた朝鮮戦争従軍兵士及び乗員ら合計129名が乗っていた。事故当時の気象は、運行1000フィート、ところどころに雲の切れ間があり、視界は1マイル、小雨模様で少し霧がかかっており、好天とは言えないまでも、 米軍規則による運行250フィート以上、視界0.5マイル以上の基準はクリアしていた。離陸1分後、パイロットから立川基地の完成等へエンジン一発が停止したので、基地に戻るとの無線連絡があり、基地では即座に緊急着陸を受け入れる準備を始めた。しかし、無線から2分後の午後4時34分、事故機は、 小平町小川一丁目の麦畑に墜落、爆発炎上した。目撃証言によれば、爆音が聞こえた後に、大型機が低く垂れた雲を突き破って逆さまに落ちて、来て、霧もみのように一回転したという、乗っていた129名全員が死亡した。また現場から100メートルほど離れた場所で、農作業をしていた52歳の農夫1名が火傷を負った。 現場の地面が深くえぐれていること、機体の破片は120から130メートル四方の狭い範囲内に散乱していること、全員が即死もしくは直後に死亡していることなどから、事故機は地面に対して垂直に近い角度で突っ込んだと推測された。事故後すぐに、日本の警察、消防、消防団、地元民たちが駆けつけ周囲に倒れている米兵のうち、息のあるものを、 火災の及ばない場所まで移動させたが、全員がすぐに死亡したという。その後、立川基地や横田基地から来た米軍が現場を封鎖、日本の警察は現場の周りを警備するだけであった。犠牲者や機体の破片は、米軍の手により立川基地へ搬送された。ありがとうございます。